皆さんどうも、高島です。今回はですね、長野県の県庁所在地で中核し、人口36万2千人ほどの長野市の中心市街地から市街地南部郊外、篠野井地区を散策した時の様子、動画にアップしてまいります。映像の方映っておりますのが、中心市街地南西部国道117号線。 県庁通りを南に進んでいるところになります映像ごと映しましたのが JR 長野駅前ですとか県庁通りの中層オフィスビル群の景観でありましたそこからこの県庁通りを少し南に進んでいっただけで今映っているように結構穏やかな市街地の景観に切り替わったんですよね まあ今まで歩いてきたところ、ポツポツ高めのマンションがあったり、あと、すき家ですとか、こういう風にね、ちょこちょこ高めの建物見えておりますが、まあ、今のところはですね、JR 新越本線、そして北陸新幹線のところをね、古、え、戦、ー、橋で越えてきたぐらいになります。その先ですね、島村ですとか、アベール、まあその奥にもね、 薬の青きとかあったみたいですけれどもそこから南に進んでいっておりますまあドミノピザですとか麺屋さん中華料理店あとうどん屋さんですとかえ吉野家だったりご飯関係のねお店が並んでいる感じですで少し前にですね当チャンネルで長野市の駅前中心市街地の様子すでに上げておりまして この映像は、まあ、その続きと言いますか、同じ日にそのまま散策しましたので、まあ、中心市街地編に対して、郊外編をお届けしているというふうになります。で、このあたり、自動車販売店ですとか、吉野屋などを見られましたね。はい、そしてこちらには、ここ市が映っております。ま、あ長野市ね、結構、 都会というのが中心市街地の中で分散していると言いますかね。まあ、至る所にビル群が見られる。まあ、そういうね、まとまりがないと言ったら、感じが悪いかもしれませんけれども、まあ、そういう景観の特徴がありました。まあ、そうでありながらね、中心市街地を少し南に外れただけで、まあ、こういうふうに一気にね、穏やかな景観になります。今映しているのが西川。 という川をえ丹波島橋橋とといいう、ね、橋で越えていってっるところになります、まあ、川幅だったり自然の規模感というのが、ね、長野らしく大規模なスケールで見えておりましたけれども、まあ、天気がいいとですね北アルプスの山々がよく見えるような場所になっていたようです結構朝方の通勤時間帯などはですね車で渋滞をしやすい ところなようでして、まあ、この川の南北で、まあ、自宅とあと勤務地が分かれている場合なんかはね結構地元の方は大変みたいですね。で道路が分岐しているところありまして国道17号線から県道77号に入ってきたところになります。リンゴの木という、ね、洋菓子店が 映っておりましたけれども、これ結構長野のいろんなところで見られてチェーン店ですかね。まあそうしたものを見ながらしばらく南に歩いていきますと、青木島ショッピングパークという複合施設が見られました。まあ無印が単独の建物でドーンと立っていたりですとか、あとね、まあメインの建物の中にモンベルですとか、エディオン、つるや、鶴屋 のスーパーですとか、えー、セリアなんかが入っているというね結構立派な建物でありましたそこからさらに県道まっすぐ南西に進んでいきますと唐山ですとか、えー、カメラの北村ワークマン勝花亭というとんかつ屋さんあとガストや生い県なんか見えておりまして大手のご飯屋さんのチェーン店が目立つ街並みとなっておりますこちらも店屋が 映っていますよ、ねまあそんな中に昔ながらの大変味のあるホテルの、ね、建物なんかも見えておりましたがでこの周辺となりますと川中島の駅ですとか歴史的スポットありまして、まあ、川中島の戦いが有名でね戦国時代に行われた有名な戦いで甲斐国の武田信玄と越後の国の上杉謙信が信濃の国 今の長野の川中島で繰り広げた戦いですねまあ戦いの結果どちらの軍も決定的な勝利を収めることはできずただ武田信玄は信濃の国の一部を支配することに成功したとで今の川中島のエリアとなりますと、まあ、長野市の一部となりまして歴史的な観光地で多くの人が訪れましてで八幡原史跡公園 にはですね戦いの記念碑だったり資料館があって当時の様子を学ぶことができると。まあ、ですから、歴史ファンの方を中心に、まあ、観光地としてね、親しまれているような場所もあるというふうになります。で、剣道沿い南に進んで行きまして、スタバですとか、カラオケバンバン、マルゲンなどを見えておりましたけれども、まあ、しばらく行きまして大規模な交差点がありました。まあ、その反対側、 えー、家系ラーメンのお店ですとか、かっぱ寿司焼肉キングなどが見られたんですが、えー、その向かいにメガネ市場が交差点角ありまして、そこから今東に進んでいるところになります。こちらの道がですね、国道19号線、長野南バイパスとなっておりまして、道沿い、大きな大手の商業施設が多数並ぶ景観となっております。まあ、道沿い、GU ですとか、東京インテリア家具、え青木 k i 快活クラブ、ジャパンレンタカー、声優ミスタードーナツ、ABC マート、パァミアなんかご覧のようにありまして、特にね、ミスドに関しては普通にマンションの下にぽつっとあるという景観が印象的でした。で、モスバーガーですとか、反対側、タイヤショップだったり、その奥にね、PC デポですとか、アメリカや、 の服屋さん、あと、津田屋書店なんかあったり。で、逆に、この南バイパスの北側、タイヤ館があって、その横、モスバーガーがあって、で、その北側、ちゃっかりシャンブルですとか、島村がありまして、まあ、結構ね、奥の方にまで商業施設固まっておりまして、まあ、複合商業施設というかね、ショッピングモールっぽいえ形をしていたでしょうか。 で、南バイパスをね、えー、地下でくぐっていけるところありましたのでまあそこから南の方行きましてまあ、先ほどのね蔦屋書店だったりダイソーあとアミングセリア、えー、山田電機というふうにねあったりしましたが、まあ、バイパスの南側を見て回ったというふうになりましたで映像の方は、えー、南側しばらく西に歩いていて で長野南バイパスの道から県道77号線の道にまた戻ってきたという風になりますこの県道沿いえコープですとか洋服の青山こんな風にシューマート DCM と固まっているところがありましたあと長野らしくお蕎麦屋さんも見えておりますねはい、そして川中島の桃という看板もありましたまあこれからですね長野市 の市街地南部、篠野市区に向かってね、えー、歩いていってるっていう風になりますけれども、この篠野市区ですとか、市街地南部、結構ね、農地も多くあって、農業が盛んな土地となっているようです。で、この県道の方なんですけれども、ご覧のようにね、結構、えー、道幅が狭くなってきましたので、気をつけつつね,ね、歩いているところになります。まあ、その割には大手チェーン店、 がかなり多く並んでおりまして、まあ、ブックオフですとか、アメリカンドラッグ、あとは、カツヤだったり、スシロー、ケンタッキー、平安堂の書店、ゲオですとか、丸亀製麺などね、結構、商業施設充実しているんですよね。ドン・キホーテなんかもね、ちょっと、道の奥の方にありました。で、道路反対側、渡ってきまして、 なんとね温泉施設もあるということでいい感じですね。その横にはハードオフもありました。えさらに、イズアンですとかえ、声優の大きなスーパーの建物がこの辺見られております。まあ、その奥というかね、先にもマクドナルドなんかありまして。 まあご覧のようにね、やはり道幅は狭いんですけれども、商業施設大変充実している感というのがありまして、まあ、ただ気になりましたのがね、まあ、今回歩いて中野市市街地南部郊外を巡っているというふうになりますけれども、まあ、このね、街の面積というのがね、大変広かったことですよね、市街地が。 本当に広大で、この時徒歩ですからね、かなり時間がかかって、まあ、篠の井エリアに行った頃にはね、完全に夕方という風になっておりましたけれども、これ自転車とかでもね、移動するの結構大変で、まあ、最低でもバイク、まあ、基本的には車なんかで移動することになるかと思いますので、まあ、ですからね、長野市の中心市街地との移動となると、まあ、バスだったり、鉄道、 ですとかねまあ車が基本となってくるかなという感じでまあですからご覧いただいてわかるようにね歩いていらっしゃる方というのがほとんど映り込んでいませんよねかなり厳しいですよこの街をね、えー、郊外歩いて回るってなるとね中心部の方かなり、えー、歩行者の方駅前大勢いらっしゃいますけれどもね対局的な、えー、景観となっておりますでしばらく、えー、県道を南に進みまして、えー、大変大きな ホテルありましたけれども、そこからですね、県道86号線の東西の道入ってきまして、東に進んでいるところになります。まあ、こういうふうに東京靴流通センターが映っていたり、まあ、穏やかな景観の中にね,ね、ちょくちょくお店があるという街並みになっております。まあ、この辺となってくると、もう完全に篠の井エリアと言っていいかと思います。 で、この県道をしばらく東に進んだ先に、南北に伸びております幹線道路が国道18号線、北国街道、篠ノ井バイパスの道となっております。今映している道ですね。まあ、軽くしか取り上げませんけれども、交差点出てきたところの北側、ココスですとかガスト、ケーズ電気、 モスバーガーガが並んでいいるという感じでですねでそのね東側に南長野運動公園というのがありましてこちらオリンピックスタジアムがあるんですね、まあ、長野市と言いますと1998年にオリンピックを開催した地となりますよねで、まあ、ですからねその関係で 長野の道路というのがね、しっかり整備されてきたという経緯がありまして、先ほど映しました南バイパスなんかもね、まあそれであれだけ立派な道路になっていたということかと思います。映像の方は、篠ノ井バイパス国道18号線を、さっき交差点出てきたところから南に進んできたというふうになります。まあ、ミゴのペットショップですとか、自動車販売店吉野屋、 だったり、あと、えー、今映った交差点の奥の方ね、えー、アベイルですとかデリシア、あと松清であったりがくっついている、えー、商業施設ありまして、篠、え、のー、イーストショッピングパークと言うそうですけれども、まあ、その周り、青木の衣料品店、まあ、新宿屋ですとかパチンコ店なんかが見えまして、映像の方はね、えー、その複合施設のところから、 県道三百八十五号線。篠ノ井オレンジロードという道を西に進んでいるところになります。この道をまっすぐ、そのまま西に進んでいきますと。と、篠ノ井駅があるということで、まあ、これ、駅前通りになるということですよね。まあ、篠ノ井の中心部に向かっているところになります。まあ、篠ノ井地区と言いましたら、以前。 私のチャンネルの動画でも取り上げましたけれども、かつて、まあ、20年以上前ですね、イオンモールがこの地に進出しようという計画が持ち上がったんですが、な中心市街地の商店街が反対して計画が白紙になったというね、ことがありまして、まあそうしたことがなければ、まあ今頃、先ほど映しました、篠ノ井バイパス付近にねえ、大変大きなイオンモールが できていたという風になるようですね当時としては、まあ、日本最大級となっていたみたいですけれどもでこの辺が篠ノ井駅前の景観となってきましてまあ、建物の密度が高くなってきたような感じがしますよねまあ、ちょっとした街の中心部という雰囲気がしましてまあ実際にですねかつてこの篠ノ井エリア長野市ではなくて、えー、合併してまあ、長野市の 一部となりました。かつてね、篠ノ井町ですとか、篠ノ井市として別の自治体だった経緯があります。まあ、このね、篠ノ井もね、発展してきた経緯というのがしっかりありまして、まあ、交通の要衝だったんですよね。当時の国鉄の篠ノ井線、そして新越本線が 交差する地点で、まあ、東京方面そしてまあ名古屋大阪方面を結ぶ重要な場所だったんですよね、まあ、今でもね信越本線篠ノ井線信濃鉄道線と乗り入れる駅でありますから篠ノ井駅ね、まあ、交通の面で見て重要な場所であるというのは現在でも続いているわけですよね、まあ、長野という地がですね北国街道江戸から北陸を結ぶ え、街道の宿場町として歴史的に発展をしてきて、まあ今でもね、そういう感じですけれども、ですから、まあ山の中にね、これだけ、まあ今ね、篠野駅について、高いところから駅前見下ろした風になりますけれども、まあこれだけ発展してきたという風なね、ことが言えると思います。長野市に関してね、歴史もご覧のように見どころだったり、史跡たくさんあります。で、移送の方、篠野駅、 JR 乗りましてこの日は長野市中心市街地で宿を取っておりましたのでえ、戻っている様子になりますね。結構利用していらっしゃる方、え大勢います。まあこれ夕方ということでね、まあ昼ぐらいからえ長野市中心部散策した後に、この篠ノ井方面までね、まあ、長野市郊外を歩き回ったというふうになりますけれども、本当何時間もかかりましたね。まあそれだけ。 広いということですね。まあ、以前、シー部の郊外をね、えー、自転車で回ったという動画もありますので、ぜひそちらもご覧いただけたらと思います。ご視聴ありがとうございました。